じゃなくと、はいどうぞ、ぼーちです。はい、というわけでですね、今回は車が必要だったんですよ。はいはい、今僕ら全員免許持ってないので、今回はちょっと友達の涼介くんに来てもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。挨拶だけもしていいですか。あ、どうぞ。いいですか。というわけでですね、今回の企画なんですけれども、はい、僕この前ですね、まあ旅から帰ってきまして、こう帰りにコンビニに寄ったんですよ。はい、大体10時ぐらいですかね。おにぎりを買おうと思ったんですよ。全然ねえの、おにぎり。10時ぐらいのコンビニっておにぎりの在庫終わってるんですよ。で、今の時刻がですね、まあ、9時42分ということで、今回やっていくのは夜のコンビニでおにぎり見つけよう。はい、ここからコンビニを回っていって、まあ、それぞれおにぎりを指定しまして、見つけるまで帰れませんをやっていきたいと思います。頑張ってください。頑張ります。いや、嘘でしょ。嘘でしょ。りょうすけくんはホットスナックを。マジで言ってんの。はい、というわけで今回は夜のコンビニでおにぎりを探していきます。やっていきましょう。はい、はい、じゃあね、早速おにぎりを指定していきましょう。はい、指定していくものは、まあ、コンビニの種類とおにぎりの種類ってので、はい、まあ、どこどこの何々っていう感じで俺からいきますね。まあ、俺おにぎりの中では一番セブンが好きなんですよ。まあ、僕セブンのからし明太子。僕いいっすか。ファミリーマートの名前で。名前マジいいよ。わかる。美味しくね、美味しくね。大好きです。入って。二度で食うな。散々ディスられた僕のツナマヨ。あ、しょうもね。しかもセブン。理由があるんですよ、それには。セブン店員なんですよ。だからセブンは多分この中で一番愛情があると。それだけ。一生車中泊じゃん。で、まずね、ここにセブンがあるんで、行ってきましょうか。ツナマヨと明太子、探していきます。行きます。行ってらっしゃーい。おお、二人とも。2人ともゲット。おにぎりね、なんか4個しかなかったの。はい、唯一あった。それはやばくない？ちょっとね、俺ともっちのあれが早く見つかりすぎちゃったんで、はい、おにぎり組はちょっと枷をつけましょう。あの、1店舗おにぎり1個しか買えない縛りで、3つ揃えるまで帰れませんやりましょう。了解です。最低でも3店舗行かないといけない。もうスロットです、スロット。俺だけ映る必要ない。ミストップだから許してほしいんだけどさ、あげてくれるって。おぉ。待って、いい匂いする。うわー、1点も倍で。やべー。あれ、名称って芋食えないんですか。やべー。いただきます。あ、買ってきましたよ。はい、売ってませんでした。いただきます。めっちゃおにぎりあるのにさ、からし明太子だけないなんてある。大事な1店舗なんだよ。腹立つわ。いや、多分肉まんは時期的にきついなって思ってたんですけど、たまたまあったんですよ。あ、肉まんも。あ、でもセブンだけど。まあまあ、ありにしましょうってことにしたい。あれ、アメトどこだっけ。あれ、袋持って中から出てきたのは。ありがとうございます。行ってらっしゃい。行ってきます。好きです、好きです、好きです。いいですか？ありませんでした。っていうのはそれあったんですけど。なんだよ、うざ。超ありがとうございます。リーチ。リーチ。いってらっしゃい。バカ品揃い、全種類あった、おにぎり。マジでこの時間に全種類10個くらいあった。また一匹。ありがとうございます。いや、もう知ってた。全種類あったって言われてたから知ってた。クリア。クリアです。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。さよなら。お疲れ様です。お疲れ様です。バイバイ。ちょっと走って帰って、走って。まためっちゃ感動して、めっちゃ感動して。よかった。お、戻ってきましたね。まさか。どうでしたか。ありました。おー、ホットスナック意外とあんな。ありました。うわー、いってきます。はい、どうだ、あるのか。買ってんな。なんだよこれ。そしてちなみに、ありがとうございます。クリア。どこ映したい。動いちゃった。今回やがってよ、死んでくれ。ここは俺は信じてるから。なんかここのファミマ大好きだから信じてるから。あった。あった。あった。やっと2個目。名前よ。シーチキンじゃん。
ツナマヨって言うんだよ。バカ野郎。ファミマにツナマヨ売ってねえよ。え、じゃあ帰れねえじゃん、お前。バカ野郎。いや、ちなみにセブンはちゃんとツナマヨネーズって書かれてます。ほら、じゃあ、嬉しい。お前はファミマのツナマヨって言ったんだよ。セブンはしっかりツナマヨってなってるじゃん。今日も買ったんでしょ。買ったな。さっき昼食ったな、俺。あれは確か。シーチキンマヨネーズだったな。頑張ってください。あるといいですね。シーチキンマヨネーズ。あった。近い。あった。ちょっと行ってみたいと思います。はい、どうぞ。ここのファミマ大好き。ここのファミマ大好き。ここが俺のラストの戦場です。さらば戦友よ。お前らどうせな、お前らはな、シーチキンマヨネーズここでやったらつまんねえとか思ってんだろ。あってほしくねえとか思ってんだろ。こいつだ。あったんだ。俺は勝ったんだ。分かったか。俺の勝ち。ちょっと待ってください。出てください。出てください。ちょっと出ていただいて。何と、あの回答にね、そのツナマヨに関する一発ギャグやってって言ったの。いや、できないって言うのよ。なんでそれがおかしくない。まそれでね、じゃんけんで俺に勝ったらモッチにその剣あげようってなって勝ったの。やって。やばこいつマジで。シーチキンマヨネーズ一発ギャグまで3、2、1。ツナマヨサンド。